星海公園のビーチ。沖合に星海湾海上大橋が建設中。星海公園とバンジージャンプ王子の星が裏山とホテル。すでに取り壊されている。星海公園は中国領年小大連市の南海岸にある海水浴もできる公園で日本咀嚼地時代の旅大発見のうちの星が裏である。星海公園は1909年に南満州鉄道が 人工海岸、星が、裏として設立し、海水浴場、ゴルフ場、星が、裏山とホテルがある総合リゾートとして開発された、歴史を持つ。1945年、現在の名前に改称し、中国では、付近の海に、宇宙からの石が飛来して、星石と呼ばれたので、この公園が面する湾及び西隣の巨大な広場は、星海と呼ばれるようになったという説をとっている。 日本語名の星ヶ浦もその伝承を知った満鉄技術者の木戸中太郎がそれにちなんで命名したとされる公園は現在面積が15万平方メートルで海水浴場は800メートルあり大連市内ビーチの一つである海にはニュージーランドからのバンジージャンプ施設がありこれは高さ55メートルである沖合には星海湾海上大橋が見えるまた 星海広場までの海岸散歩道がある。星海公園の東側には、聖赤海洋世界と呼ばれる海洋水族館もある。公園は7時30分から17時30分まで無料で開放されており、下季には時間延長される。大連の東西に走る中山路に面していて、星海浴場バス停で下車、すぐ。大連地下鉄1号線では、第2引駅で下車し、 西へ徒歩500メートル。ありがとうございます。